あんなにも好きだった君がいたこの街に今もまだ大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて、あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら僕たちは幸せを見つめてたよ。懐かしいこの店の隅っこに置いてある寄せ書きの端の方、君と書いたピースマーク、みんな集まって泣いて歌ってたね。あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。メロディーいつの間に大切なものなくした。
笑った君をずっと僕が見てること、何もしなくていいんだ、いつも君の隣で、何年も何十年も優しい気持ちのまま見つめているよ。愛してる愛してるって細い指先でそっと僕に触れた。君だけを闇の中で聞こえたものを紡いだ。羽ばたく痛みと胸に募る思いを何度も何度でも夜の海にきらめく月明かりのように、愛して愛してるって淡く切なく揺れる瞳濡らした。損なう僕までが誰だ
だわからない愛されながらもいつか何を疑うの一人うるせもしない罪を怯えてる Yeah.
I'm
Thank you.
優しくする、どんな言葉も聞こえないほどに見せられて、 Tonight 熱い吐息が胸をほどいてゆく、いつでもなぜ愛しいのに震えてる、あなたにあげられるのはもうぬくもりだ、悲しくさせるなら見つめない。
秋に Goodbye。 平原綾香、ここからは平原綾香とのスペシャルトーク。お二人の出会いはいつ？要するに僕らって安全地帯っていうのがあって、これね、もうすぐ35年なんですけど、デビューしてバンド組んでからもう45年ですからね。だからアマチュア時代からね。ね、すごいですね。だけどあなたには俺24歳の時作ったやつ。私、あなたにがリリースされた年に生まれたんです。あ、そうか。だからあなたにと同い年。あなたにと同い年。そういいね。安全地帯ちょっとこう勢いついてきて、世の中に私が知られた頃に、まあ、僕らの大先輩だけども、大香ちゃんのお父さんとか平原誠さん、まあ、サックスだけどね、出来名さんが入ってくれて、はい、それなんですよね。まあ、出会いっていうか、ちっちゃい時に会ってるよ俺。そうなんです。というのは抱っこしてんじゃないかな俺。そうなんです。抱っこされたんです。武道館で安全地帯のコンサートがあった時に、父のねに会いに楽屋に行って、玉木さんに会いに行こうって言って父と一緒に行って、で抱っこしてくださって、そうなんです。私恥ずかしくて寝たふりしたんです。寝たふりした。そんなお父様との思い出の写真を用意しました。そう、見よう。あんだ。そうなんです。俺と平原さん。あ、本当だ。平原さんでしょ。平原さんと、これ俺だね。これは、まあ、変わんないね俺ね。要するにここどこですかね。ご自宅じゃないんですか。いやいや、俺んちこんなんじゃないけど、うちのおふくろたちがやってたカラオケセーフティーゾーン玉木かな。セーフティーゾーン玉木っていうね、カラオケスナックやってたんだよ。へえ。それあのあれよ、カラオケボックスじゃなくて、みんなお客さんのこといる中で歌うんだよ。ね、そこかもしれないですね。そこかな。それか全然違うどっかのお店で、平原さんと俺がランチキ騒ぎをしてるのかな。違うよね。そんなことはないね、これ。続いて、平原から玉木にお願い事があるそうですよ。ずっとやってみたかったこと、うん、そして、父がね、工事はすごい、工事はすごいってずっと、もう私ちっちゃい時からもう今でもそうなんですけど、聞いていて、もし機会があれば浩二さんにこう生で歌ってもらって、その時に浩二さんはもう背中とか胸とか体全体に声が響いてるんだって。ぜひ背中に耳を当てて聞くと絶対勉強になるよって。本当？はい。だから当てていいですか？いいよ。ってことは歌うってこと？俺そう、なんかこう胸に響かす感じとか、やっぱ背中とかも、玉木さんはこうなんか多分ふくらはぎとかからも声が出てると思うんです。リクエストがワインレッドかフレンド、ワインレッドかフレンド。ワインレッド行ってみようか。はい。ワインレッドあんまり歌ったことないからね、アカペラで。もっと勝手に恋したり、わかる？もっとキスを楽しんだり、忘れそうな思い出をそっと抱いているより、忘れてしまえば。わかる？すごい。多分歌のテクニックとかそういうのはもう好きな人は持ってるし、持って生まれたものだろうから、彩香ちゃんとか俺なんていうのはあるんだろうけど、こっから先なんだよね。なんか思いっていうか、例えば声が静かだろうがバッだろうが実は同じなんじゃないかなっていう感じがして、こっちこっち喋ってる感じでもうビンビン伝わってるんじゃないかっていう。でもすぐ俺なんか歌ってる方、歌いながらの自分で来ちゃう方なので、ガンガン歌ってる時って実は泣きそうになってるんで、シャンプーして歌ってるっていう時が多い。大丈夫な時は柔らかく実は歌いたい。
なるべく。でも柔らかく歌ってると泣けてくるんだよね。あのお袋のこと思ったり、あの昔一緒にやってたあのメンバーのこと思ったりとかさ。さて次の共演曲はジャズの名曲スペイン。平原が即興で歌詞をつけて歌っているのを見た玉木さんからのリクエストです。私が最初にこのチックコリアのスペインをカバーした時が、ベースの岡田二郎さんという方と、一緒にデュオで初めてチャレンジして、まあ、そこでボイスパーカッションとかやったんですけど、それを見てくださったってことですね。それで、はぁと思って、これ彩香ちゃんかって言って、見てて、なるほどこれをやろう。だからびっくりしました。玉木さんからスペイン の、 あのリクエストが来てるって思って、玉木さんでしょ、なんでって思ってすごい嬉しくて、あの曲はテレビでなかなか歌えないんです、ね、アーヤ語って呼ばれるね、あのスキャットの話なんですけれども、玉木さんはずっとそのデモをね、撮るときとかレコーディングするとき歌詞がついてないときにもあのターマ語で歌っていらっしゃったんですもんね。そうそう、ほとんどそれで撮って、それでもね、何回も聞くとね、ちゃんと言ってんの意味を、自分のデタラメっていうか好きに歌ってるのを何回も聞いて、それが詩になってくる。一緒です。本当だよ、レルナレルウィレルナレルナ、いつか君に会いたくなってって、自分が言ってるの聞いて、いつか君に会いたくなってたとか、ということはその前は会えなくなってたってだんだんなってくる。わかります。そうだから玉木さんがあーや語で実は歌ってるんですって言ったら、あ、デタラメでいいんじゃんって、そうそうそう、ぜひ、じゃあ俺もじゃあちょっと参加しつつそのスペインをやってほしいってことでさ、はい、今回実現するってことでやってみます。さすが玉木、ここでしょ。あんなにも好きだった君がいたこの街に、今もまた大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて、あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら私は幸せを見つめてたよ。懐かしいこの店の隅っこに置いてある寄せ書きの味の方を君と書いたピースマーク、みんな集まって泣いて歌ってたね。心は何もなくて、それだけ楽しくやったよ。メロディーいつの間に大切なものなくした。
あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら流されても君のこと忘れないよ。いつだって楽しくやったよ。メロディー泣かないで、あの歌は心から聞こえてるよ。ありがとうございます。ありがとう。
Tuesday 頭が空っぽになって Wednesday 悩んで泣いて泣いて泣いてごめんなさいってごめんなさいって素直に言えるようにしてそうしてしばらくしてキスをして見つめ合ってわがままばかりで本当にごめんなさいってYeah, but Saturday, 最高でしょ Friday, 優しくされたらそっと Saturday, 優しく触ってもらって好きなんだよって素直に喜んで見せてそうして裸になってキスをして抱き合って愛してくれたら心でありがとうってして愛されて最高でしょ最高でしょ、hey! ダイヤモンドの気分になってピカピカで愛し合えたら夢見る頃に二人ともその目その手その顔全て輝いてミラーにきらめく街はシャンデリア月の砂漠は夜の果てまで二人きりさこの目この手この顔全て輝いてる、ね、唇合わせてあなたどこまで行っても止まんない何から何まで愛してどんどんとろけて感じて休まず続けてしびれていたって分かっているからためらわないで体の芯まで止まんない氷のルーツで止まんないあれこれどこそこ愛して肝心がな目で感じて雨でも風でも濡れてていいんだ二人のパラダイス息を走って終わる激しく揺らして終わんない全てを忘れて愛したい今夜は素敵なホリデー髪にも胸にも天使が飛び交う世界のパラダイス最高でしょ最高でしょ君の指先でたどり着くまでやめずにもっと動かしてその目その手その声全て輝いて最高でしょ最高でしょ目から覚めたら もう、マンデー
遊ばないで。Yeah.
ずっと離さないで、このままで。